衣服部徳、足姫はアスカ時代の女性。生は真、一回は十七石下文武天皇の時代のうねめ。その遺骨を収めた骨倉木に刻まれた名文、母子は奈良時代以前の金石文として現存する十六のうちの一つという貴重なものである。母石は国の史跡に指定されている。稲葉国の豪族である。 稲葉国造、伊福部氏の娘として生まれる。父母は明らかでないが、伊福部と坊氏の娘とする説、とむの子である伊福部国足の娘とする説がある。なお、口実の通り、徳足姫がうねめに更新されたことにより、当時の規定から、伊福部氏が軍領を務める氏族であったことがわかる。文武天皇に、うねめとして使え、慶運四年には、地方豪族出身としては、 稀な十七位下の位を授けられた。翌年の和道元年七月一日に、藤原家で病没。遺体は三年間の上がりの後、同三年十月に当時流行し始めていた仮装に、され、その遺骨は、故郷稲葉国に送られて、同年十一月十三日に、鳥取平野を見下ろす稲葉山の中原に葬られた。以上の経歴は講述する、母子名から、 明らかになったものである。伊福部の床谷姫の墓石、伊福部の床谷姫の墓石の一骨造器、東京国立博物館展示。江戸時代の安永3年、稲葉国宝美軍稲葉郷宮下村にある無料、三寺の裏山中腹から、長さ140センチメートル、幅86センチメートル、厚さ47センチメートルの2枚の業界岩で、作られた二重石と、 大石からなる石びが発見され、外石の中央には穴を埋がって骨倉木が収められていた。その骨倉木は中道製で高さ1 6 5センチメートルの合わせ、蓋式、中には青灰色の灰のようなものがあったと伝えられている。直径2 6 4センチメートルの蓋の表面には108文字の漢字が16行にわたり放射状に刻まれており、 徳足しの経歴と早々の経緯が記されている。伊福部の徳たり姫の墓石は国の史跡に指定されるとともに、骨倉木も国の代表的一品として重要文化財に指定され、現在は東京国立博物館に保管されている。いずれも地方豪族僧女性の早々儀礼を知る上での貴重な資料であるが、特に墓子名は稲葉国で発見されている最古の文字でもある。 ありがとうございます。